平野仕様の戦闘スーツ写真フォロワーから神秘的な賞賛。飛べ合流発表との新展開に期待。元キングプリンスメンバーで滝沢秀明さんが代表を務める飛べに合流することを発表したタレントの平野市用26が8日に自身のインスタグラムアカウントを更新し、ファンたちを驚かせました。 その投稿には、スーツ姿で銭湯を楽しむ平野塩の神秘的な一面が垣間見え、400万人以上のフォロワーたちから熱狂的な歓声が上がりました。大量に、どうぞというメッセージと、共に平野塩は銭湯での自身の写真を10枚投稿しました。 その中には、モスグリーンのジャケットに身を包み、銭湯の床に座り、瓶入りの牛乳を飲む平野耀の姿が含まれています。また、湯船や洗い場でのポーズも披露し、幅広い表情で魅了しました。この投稿は、わずか4時間で60万以上の、いいね、と2万近いコメントが寄せられ、ファンたちからの熱烈なサポートが集まりました。 フォロワーたちのコメントからは、紫輝くん戦闘スーツ、肩の男らしさが素敵、こんなにカッコよくキメキメで入る戦闘、知りませんでした。紫輝くん大量に摂取させてもらってます。戦闘のロッカーで寝転んでいるのにこんなに綺麗で神秘的なまでに美しい人なかなかいないです。 かっこいいビジュアルと服装に戦闘のギャップが大好き。神君、神宮寺雄太はコインランドリーだったけど、もしかして隣で撮ったといった歓声が溢れました。この投稿が話題となった背後には、平野潮の飛べ合流発表という大きなニュースがあり、これにより彼のファンたちは今後の彼の活動に対する期待を高めています。 この記事では、平野市用の戦闘スーツ写真についてのファンの反応や、飛べとの新展開について詳しく掘り下げてみましょう。平野市用の戦闘スーツ写真ファンからの賞賛。平野市用が戦闘でのスーツ姿を公開した写真は、そのギャップからくる新鮮さと神秘的な魅力に溢れていました。彼のフォロワーたちは、 彼の普段とは異なる一面に魅了され、熱狂的な歓声を送りました。この投稿がファンにどのような印象を与えたのでしょうか以下に一部のコメントを紹介します。紫輝くん戦闘スーツ肩の男らしさが、素敵戦闘ってこんなにかっこよくキメキメで入るところだったのね。 から紫輝くん大量に摂取させてもらってます。銭湯のロッカーで寝転んでいるのにこんなに綺麗で神秘的なまでに美しい人なかなかいないです。かっこいいビジュアルと服装に銭湯のギャップが大好きこれらのコメントからも平野耀の銭湯でのスーツ姿がファンにとって新鮮で魅力的なものであることが伺えます。 彼のファッションセンスや魅力的なビジュアルがどんな環境でも際立っていることを示しています。飛部との新展開に対する期待。一方で平野耀の飛部への合流発表もファンたちにとって非常に注目すべき出来事となりますし。 この発表により、平野耀は滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、との新たな活動を開始することが明らかになりました。とべ、は、多彩なエンターテインメント活動を行っているグループで、そのメンバーたちは俳優、モデル、ダンサー、歌手など、様々な分野で活躍しています。 平野紫仕様の飛べへの合流により、さらに多くの才能が一堂に会することとなり、その活動に対する期待が高まっています。平野紫仕様は飛べとの新たなステージでどのような活動を展開するのでしょうかファンたちはその詳細を待ち望んでおり、今後の彼の成長と活躍に期待しています。平野の仕様のインスタグラム投稿において、 彼の戦闘スーツ写真がファンたちから大きな反響を呼んでいます。その新鮮で神秘的な魅力は彼の多くのフォロワーたちを魅了し熱狂的な歓声が巻き起こりました。一方で平野耀の飛べとの新展開もファンたちにとって注目すべき出来事であり、今後の彼の活動に対する期待が高まっています。 彼のファッションセンスや多彩な才能が様々な環境や分野で際立っていることは明らかであり、その成長と活躍に期待が寄せられています。平野紫耀の今後の活動を注視し、その新たなステージでの成功を記念しています。